この持続化給付金というのは、まあ、事務委託でサービスデザイン推進協議会というところが請け負っているというふうに聞いておりますけれども、私も昨日この会社の所在地に行ってみたんですけれども、まあ、リモートワークという張り紙が貼ってあって誰もいないということで、ちっちゃなビルの2階でしたけど誰もいないという状況でございました。事務費としてはだいたいいくらを想定して予算に計上していたかということを教えてください。今回の持続化給付金の事務委託は776億円というふうに理解していますか。今の麻生大臣がお話になったあの776についてはこの予算額でございます。はい、予算額でございます。契約金額ですか。契約金額は違います。契約金額は769でございます。あ、予算額が776で769が契約金額と、まあ、ほぼ 100% に近い、まあ、落札率。このサービスデザイン推進協議会、社員として電通、パソナ、トランスコスモスという3社が社員として定款に明記をされております。サービスデザイン推進協議会が採択をした先をですね、それぞれの事業ごとにご開示をいただきたいというふうに思います。持続化給付金を含めて11 の、 あの事業をあの受託しているということでございます。持続化給付金の事業については採択先はどちらですか。一般社団法人サービスデザイン推進協議会は株式会社電通に業務を採択して本事業を実施しております。